NATO、 ウクライナの防空強化、米大統領、対ロシア結束誇示。創設75年を迎えた米欧の軍事同盟、北大西洋条約機構 NATO の首脳会議が9日、日本時間10日、ワシントンで開幕した。バイデン米大統領は記念式典で演説し、ロシアのウクライナ侵攻に対抗するため、同盟の結束を誇示。米国などが防空システム5機をウクライナに追加供与すると表明した。ロシアがウクライナの小児病院など民間施設へのミサイル攻撃を強めており、防空能力の向上が急務となっている。バイデン氏はドイツやイタリアなどと共同で地対空ミサイルシステムパトリオットなどを供与するほか、今後数ヶ月でさらに数十機の防空兵器の支援を見込むと説明。11月の米大統領選後の来年には、迎撃ミサイル数百発を供与する方針も示した。米大統領選で返り咲きを狙うトランプ前大統領は、NATO に冷淡で、加盟国に不安も広がっている。バイデン氏は NATO について、米国をより安全にしていると圧倒的多数の米国民が党派を超えて理解していると訴え、加盟各国の懸念払拭を図った。中国とベラルーシ、ポーランド国境付近で合同軍事訓練を開始。中国とベラルーシは8日、合同軍事演習を開始した。両国国防省が発表した。北大西洋条約機構に加盟するポーランドの国境からわずか数キロの地点で行われた。ベラルーシ国防省の高官は、世界で起きている出来事は憂慮すべきものであり、状況は不安定だ。そのため我々は戦術的任務を遂行するための新たな形態と方法を実践すると述べた。国防省がメッセージアプリテレグラムに投稿した。ベラルーシ国防省は声明で、対テロ演習の一環として両国の軍人が夜間着陸や人口密集地域での作戦遂行などの問題に取り組むと説明した。NATO は9日から米首都ワシントンで首脳会議を開き、ウクライナへの追加軍事支援などを協議する。ロシア、ドネツク州の集落制圧と発表。ウクライナは防衛主張。ロシア国防省は9日、ウクライナ東部ドネツク州の集落、ヤスノブロディフカを制圧したと明らかにした。ウクライナ側は陥落を認めておらず、軍が防衛している集落の一つとしている。ロシア国防省は中央部隊がヤスノブロディフカを解放し、戦術的な位置を向上させたとした。ウクライナ軍参謀本部によると、ヤスノブロディフカはドネツク州ポクロフスク方面の旧集落の一つで、ロシア軍が支配するドネツクの町の西に位置する。ウクライナ軍は過去24時間にこの地域で進軍を試みるロシア軍による20回の攻撃に持ちこたえたとしている。またポクロフスク方面では1000キロの前線沿いで最も多くの衝突があったという。ロシア軍は今年2月にドネツク州の要衝アブデーフカを制圧して以降、同州で複数の集落を掌握したとしている。ウクライナの小児病院へ攻撃。国連安保理でロシアへの非難相次ぐ。医療施設などへの攻撃は侵攻後1800回以上との指摘も。国連の安全保障理事会は、ロシアによるウクライナの首都キーウの小児病院などへの攻撃を受けて緊急会合を開き、各国から非難が相次ぎました。9日の会合は、ロシアが議長国を務める中行われました。
42人が死亡したキーウへの大規模な攻撃をめぐっては、ロシアは小児病院にはウクライナの防空ミサイルが命中したと主張しました。一方、ウクライナは、ロシアは社会で最も脆弱で無防備な人々を攻撃した。病院を意図的に標的にしたことはビデオ映像が明確に証言していると強く批判し、各国からもロシアへの非難が相次ぎました。国連の人道問題の担当者は、ウクライナの医療施設などへの攻撃はロシアの侵攻が始まってから1800回以上に上ると指摘しています。フランス地上軍派遣構想に核恫喝を嗅ぎ取る核大国ロシアの疑心暗鬼。ロシアの侵略を受けるウクライナへの軍事共感団など西欧地上部隊派遣を提唱するエマニュエル・マクロンフランス大統領の構想をめぐり、派遣部隊をロシア軍が攻撃すればフランス軍による限定的な先制核使用の反撃を誘発する仕組みを作り、ロシア軍の動きを封じる罠ではないかとプーチン政権が疑心暗鬼に陥っている模様だ。背景要因としてフランス核ドクトリンが最終警告目的での先制核使用の選択肢も排除しない点などが挙げられるが、核恫喝を常套手段とする核兵器大国ロシアが核兵器小国フランスの動きに威嚇の伏線を読み取り慌てるという皮肉な構図だ。ロシア軍は5月下旬からウクライナ東南部に接するロシア軍南部軍管区を中心に戦術核兵器の実戦使用を想定する演習を複数段階に分けて実施。6月中旬からの第2段階では、ウクライナ侵攻に協力する同盟国ベラルーシに展開する戦術核兵器部隊も動員された。2022年2月のウクライナ侵略の本格始動以来、プーチン政権は再三核兵器使用の覚悟を示すことで米欧を脅しており、今回の戦術核演習もその延長線上にあるのは明白だ。だが、ロシア国防省の発表が、戦術核演習について、一部の西側高官がロシア連邦に向けて発した挑発的声明や、恫喝に対する応答であると銘打っている点は特異だ。プーチン政権がここまで神経を高ぶらせる西側高官による挑発的声明や恫喝とは何か。ソ連時代からクレムリンに政策提言する名門シンクタンク、世界経済国際関係研究所、IMEMO や、米国カナダ研究所の幹部を務めた経歴から、プーチン政権の安全保障政策に精通する軍事専門家、ユーリ・フィョードロフ氏は、米政府系メディア、VOA、ボイス・オブ・アメリカ、ロシア語版に対し、フランス軍部隊などのウクライナ派遣の可能性に言及したマクロンフランス大統領の発言について、ロシア政権は重大な脅威と認識したのだと指摘する。自由主義経済の夢を裏切ったプーチンの同盟者、ただの官僚、あるいは脅されている？ロシアの戦時経済を支えるルーブルの守護神の中銀総裁とは何者か。西側諸国による制裁によってロシアの経済は崩壊し、すぐに戦争は終わるだろうという予想に反し、ロシアは戦時経済体制を素早く組み立て、国民の生活水準の急速な悪化を防いでいるという。そのために力を尽くした重要人物として、ロシア中央銀行のエリビラ・ナビウリナが挙げられる。プーチンの忠実な部下に見える彼女は、もともとはリベラル派出身で、ロシアを世界経済に統合することに力を尽くしてきた。今、プーチンの野望を支える彼女は変節してしまったのか、あるいはプーチン後を見据えた使命感で職に留まっているのか。謎多き人物の実像に A 氏、1843マガジンが迫る。2023年8月14日、モスクワは不安に包まれていた。ウクライナのドローンが市内の建物を攻撃していた。
数週間前に反乱軍を率いて首都へ向かったエフゲニー・プリゴジンはまだ野放しになっていた。だがその暑い月曜日にモスクワ市民を最も不安にさせたのは自国の通貨ルーブルの状態だった。世界のエネルギー価格の動きに敏感に反応して通貨の価値が上がったり下がったりするのを見ることはロシアの国民的娯楽だった。ところが1ドル100ルーブルよりもルーブル安になると人々は心配し始めた。これ以上は許容できないと考えるラインよりも下落する中、険しい表情でパソコンの画面にかじりつく人もいた。中央銀行の利口なプロたちはどこで何をしているんだとみんな不平を漏らした。この数年、ロシア人たちに特に信頼されてきた利口なプロが一人いる。ロシア中央銀行の総裁を務める60歳のエリビラ・ナビウリナだ。メガネをかけ、まさにテクノクラートという風貌のナビウリナは、謙虚な物腰の裏に凄まじい知識と行動力を隠している。ロシアで最大級に影響力のあるリベラル派経済学者の愛弟子だった彼女は、この11年の任期中、それまで共産主義かカオスかのいずれかしか知らなかったロシアの経済を、オープンで安定的で程よく統制されたものに育ててきた。ナビウリナはその存在だけで市場を落ち着かせられるような世界でも数少ない中央銀行総裁の一人で、ウラジーミル・プーチン大統領の地政学的野望がもたらしたいくつもの事件にも手際よく対処してきた。2014年、プーチンのクリミア併合を受けて西側がロシアに広範囲の制裁を科すと、ナビウリナはその後のルーブル信用危機を最小限のダメージで切り抜けた。データに基づく決定、および圧力の中でもリベラルな経済政策にこだわる姿勢は、当時の IMF 総裁クリスティーヌ・ラガルドから中央銀行をうまく歌わせることができたと称賛された。そのような賛辞は、2022年にロシアがウクライナに全面侵攻を開始すると聞かれなくなった。欧州におけるロシア産原油とガスの販売停止を含む前例のない制裁がロシアに課せられた。ナビウリナは経済を守るために自分が留任しなければ部下たちが逮捕されてしまうのではないかと恐れているという噂だが、動機が何であれ、彼女はロシアの銀行が最初の衝撃を逃れる手助けをした。そしてしばらくすると、ロシアの巨大な石油・ガス企業は、欧米以外の新規顧客を開拓するのが驚くほどうまいと判明したのである。プーチンを批判する人たちは、ナビウリナらテクノクラートも、その後続いたウクライナでの流血の共犯者だと考えている。